なんだなんだ、猫のお尻を眺めているの。はい、ということで今回も今回もやっていきたいと思います。お、なるほどね。ほかたんとてっちゃんということは、やったね。どっちでも嬉しいです、もちろん。もうなんかお父さん似だね。すげえお父さん似だね。イメージ通り。自然に任せよう。私のもかと夫の徹夜からとって徹夏にしようと思います。徹夏ちゃん、いいね。徹夏も大切に育てます。温かく見守ってやってください。みんなで温かく見守ろう。てっちゃんともかたんの間に徹夏が生まれました。徹夏ちゃん、ほい。それじゃあ今回も新しく島に来てくれる住人がいるので、QR コードを読み取っていくよ。ほい、ミラちゃん。なごみ系、第一印象穏やか。特徴マイペース、ナイーブ&デリケート、素直、気配り上手、みんなに優しい、まったり型。のんびりのびのびタイプ、急がず自分のペースで生きる。でも心配事も多かったりする。なごみ系まったり型ってことは多分私と一緒、私のミーと一緒かな？確か。はい、それじゃあマンション行ってみよう。お、誰か友達マークが出ているよ。あ、黒影さん、あ、こけた。こけた、大丈夫かい？え、怒ってる？もしや怒ってます？喧嘩？どうしたどうした、誰とだい？おお、アフタンと。許してあげようよ、相手は女の子だよ。じゃあこのイライラを沈めてください。ほい、それじゃあガムでも噛んですっきりしよう。いただきます。すっきりさっぱり。どうよ。あー、ダメなの？美味しくなかった、マジか。なんてことだい。まあ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 。まあ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 。じゃあ、このイライラを沈めてください。あったんの方にちょっと行ってみようかな。さあ、あったんは、めっちゃなんか頭振り寄った。ほい、いたいた、入るよ入るよ。黒影さんと仲直りしようよ、あったん。もう。ということで、事情はもう聞いているから。はい、さくらんぼでもどうぞ。ほいほい。どう？お、結構美味しかった。よかったよかった。気分が落ち着きました。よし。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。ちゃんと仲直りしてくるんだよ。そして黒影さんも許してあげるんだよ。めっちゃ音するね、あの音。さあ、どうだい？この間はごめんなさい。どうよ、どうよ、どうよ。こちらこそごめんなさい。ああ、よかった。ちゃんと仲直りできてよろしかったよ。うまくいきました。ありがとうございます。よかった、よかった。仲直りできました。いえいえ。お礼にこれもあげます。お、なになに？受注品、使い捨てカメラをもらいました。ありがとう。黒影って何号室でしたっけ？今部屋に行ってたじゃないか。今部屋に行って謝ってきたんじゃないのかい。黒影さんはね、黒影さんは203号室です。お、そして、キャンディーさんが呼んでる。すげえ呼んでる。すげえ呼んでる。ちょっと待ってね。遊ぼう遊ぼう。よし。キャッチ。ミーが落とすアイテムをキャッチできればあなたのもの。床に落としたら失敗です。さあ、それじゃあ、キャッチしていきよって。全然ダメだった。さあ、来い。
へい。来い。普通に、普通に失敗なんてことだい。残念だった。ぜひぜひ、ぜひぜひ遊んでくださいまし。お、お宝トイレットペーパーをもらいました。ありがとう。ほい、そして。まあ、偉くはならなくていいかもしれない。かもしれない。ほい、お茶漬けでもどうぞ。普通に偉くなくてもいいけど、ちょっとこう安定して生活がしていければ。普通な意見。お、まあまあ美味しかったようです。よかったよかった。ほい、そして。そして、今回新しく入ってくれたミラさんね。お、全体的にピンクな感じやね。かわいい。ミラです。いろんな意味で、マイペースな女です。いろんな意味で。いろんな意味とは。あ、それは思うよ。人とのね、出会いはすごい楽しいけど、別れがね、悲しすぎてね。ほい、それじゃあ。トマトでもどうぞ。私はトマト大好きなんだけど、ミラさんはどうだい？どうだい？お、すごく美味しかった。よかった、よかった。ほい、そして、あれよね、服も可愛いもんね、なんか。ウェイトレスの服かなんかかな。なんかそんな感じ。ほい、そしてユウさん入るよ。なんだなんだ、猫のお尻を眺めているの？こんにちは。こんにちは。新しい服が欲しいです。お、新しい服、新規一点ね。そこ新しいインテリアでもよろしいのよ、別に。さあ、どういう服がいいかなぁ。あ、これは？これじゃない、こっち。T シャツとベスト。インディアン柄が印象的なベスト。カーゴパンツと合わせて20丸。さあ、これの。お、なんか、あれやんね。カーゴパンツと同じような色合いになったけど。ちょっと秋っぽい感じ。結構気に入ったようです。よかったよかった。失敗しなら反省しますが、後悔はしません。そして次に生かしていくんよね。いいことだ。くよくよしてばっかりでもね、次に進めないので。ほい、どうぞどうぞ。さあ、どう、美味しいかい？お、すごく美味しかった。よかったよかった。そして、レベルアップ。ほい、それじゃあ、道具で。何がいいかな。じゃあ、テニスラケットを。はい、どうぞ。道具、テニスラケットをプレゼントしました。さあ、それで、運動をしてらっしゃいまし。そして、マンションの屋上。きっと壁打ちに出ていったね。ほらほらほら。ほらほらほら。ほい、そして。そして、マンションの屋上はユウさんやんね。マンションの屋上にいるのはユウさんだね。ほい、噴水広場へ。さあ、みんな、じゃんじゃん、募金を入れていってくださいまし。今日は22,270円集まりました。はい、ありがとう。はい、そして、ミニュース見てこう。こんにちは。正午のミニュースをお伝えします。お願いします。お掃除評論家。お、床ゴロゴロ掃除法。お掃除評論家ってなんなんやろ。長年、掃除を研究してきた。すげえな。しかも、ほのかちゃんや、お腹出てますけど。お腹出てますけど、それ大丈夫なの？お腹真っ黒にならない？すごい。この時代に生まれたことに
確信的ってこと？ちょっと、それ心配です。そう、心配になるよね。どうした、どうしたってなるよ。動画をお伝えしました。ありがとう。ほい、そして。さあ、一軒家に。一軒家を訪ねて行ってみようか。あやしてる、あやしてる。髪の毛生えてきとるよ。順調に育ってるね。お、そして。チャーリーさんとアキちゃんのとこ。ちょ、待ってよ、チャーリーさん。ちょ、待ってよ、チャーリーさん。マジですか？聞くよ、聞くよ。いいと思う、いいと思う。え、だって二人の間ってまだ多分子供おらんよね、一人も。え、全然いいと思うよ。めっちゃいいと思うよ。うるさい。実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。そう、後回しにしたらされてしまうけん、やろうって思ったことは、その時にやった方がきっといい。まあ、できんこともあるかもしれんけどね。後からじゃないと、あえて後からにしないとできないこととかあるかもしれんけど。お、ここは、もう一人歩きができるように。いいね、いいね、いいね。みんなで見守っていくよ。そしてもうすぐこの島に三人目の子供が生まれるよ、また。いいね、なんか、のんびりゆったりした感じも。はい、それじゃあ台湾さんを呼び出しするよ。どうもです。どうもです。新しい服が欲しいです。お、新しい服。ほいほい。涼しげな服ね。できるだけ涼しげな。この辺涼しげやけど、ケミカルウォッシュ。他に涼し、これは、短パンとランニング。涼しげではあるよ。涼しげではあるよ。他に涼しげ。あ、そっか、こっち、こっちのアロハシャツ。大きな柄が爽やかな夏を思わせる。避暑地に行く人も行った気になりたい人も。これ涼しげでしょう。どうや。爽やか。お、すごく気に入ったようです。よかったよかった。明日できることは明日やりましょう。え、でもさ、ほら。後回しにしたら忘れてしまうっていう教訓をさっき、さっき聞いたばっかりだからね。あ、いいね。ニコニコになったね、二人とも。さあ、みんなの子守は順調かい？相変わらずずっと、立って歩くのを見守ってるね。ね、ずっと泣いてるの？ずっと泣いてるの？手伝ってあげようか、私が。こっち向いたまんましよるし。遊ぶよ、遊ぶよ。ありがとうございます。へいへい。よかったね。さあ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 。はーい、ぐる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 ー。イェーイ。はーい。超楽しげやん。超楽しげやん。やったねー、イェーイ。ほら、さっきまで泣きよったのに、もうあれやね、私のこと、お母さんとか思っとるよね。ほら、泣きよりやん、また。戻したら泣く。はい、それじゃあ、ヒルイチ、覗いていこう。近未来セット。誰が着るか置いておいて。とりあえず買っていこうか。今回はおまけがなかったなぁ。お、そして。お、イッシーさんが呼んでらっしゃるじゃないの。もちろん行きますよ。遊ぼう遊ぼう。共通点クイズ。二人のミーの共通点が合っているかどうか当てましょう。全問正解できるかな？まだみんなの情報が。第1問、ででん。キャットとキャンディーは友達である。いや、まだ。キャンディーさんは、てか新しく入ってきた人まだ多分友達できてないから、ね。これから仲良くなっていくのだろうか。
第2問、定点。わかんない。いいえかな。男女やけん、やっぱちょっと、白と青全然違うね。全然違うね。最終問題、定点。え、どうやっけ。はい。うわ、全然違う。あ、ほんとよ、僕とって言ったね、今。イッシーさんととか一緒なわけないやんね。いや、ずっと、おる期間が全く違うよ。トイレットペーパーありがとう。これからね、みんなが友達になっていくかもしれない住人だから。期待していて、期待していてくださいまし。はい、そして、そして、さあ、さっちゃん入るよ。どうもどうも。どうもです。どうもです。お、早速仲良く。うちの島の住人とも仲良くなってね、さっちゃん。ほい、そしてトウモロコシでもどうぞ。いただきます。いいね、とことんなんかもうすべてが黄色やね、さっちゃん。お、まあまあ美味しかった。よかったよかった。お礼にこれもあげます。なになに？実用品、毛染めスプレーをもらいました。ありがとう。ほい、そして。あさみさん入るよ。眠い？眠いですか？お疲れ様。お疲れ様です。話しやすい人と話しにくい人がいます。まあ、人はいろいろいるから。合う合わないがあるのはしょうがないよね。人間だもの。いただきます。人間だもの。どう？お、まあまあ美味しかったようです。よかったよかった。ほい、そして。おぉ聞いてはいけないものを聞いてしまった。ごめんよ、あさみさん。ほい、それじゃあユニポンちゃん入るよ。どうしたの？なんかテンション高いね。子供は。どうもです。どうもです。チャーリーに友達になってほしいと言われたのですが。むしろまだ友達じゃなかったの。二人とももともといるじゃないの。ではちょっと話もしてきます。いってらっしゃい。つながってけ、つながってけ。お、来た来た。めっちゃ喜んどる。さあ、どう？お、仲良くなった？うまくいきました。気が合いそうだったので、友達になりました。お、よかったよかった。レベルアップー。はい、そして道具で。はい、どうぞ。道具、シャボン玉セットをプレゼントしました。お礼にこれもあげます。それで子供と遊んであげるんだ。お、実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。ハットっていい名前。羨ましいです。ハットくん？やっぱいい名前とか、良くない名前とかって、ミーにもあるのかい？ユリポンちゃん名前も可愛いと思うけど。はい、どうぞ。いただきます。ほいほい。さあ、どう？結構美味しかった。よかったよかった。お、マンションの屋上に行った？シャボン玉中よね。めっちゃ頭上からやけど。めっちゃ頭上中からやけど。あ、でもだいぶ近づけた。ここまで近づける。ああ、いいね、いいね。
いいね、いいね。満足げ。ユニポンちゃん満足げ。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか思うんやけど、基本的に送られてくる女の子みんな女子力が高いな。部屋の女子力が高いな。